お疲れ様ですボウ君、えー、メッセージの動画の方をいただきました。まだね、あの参加人数が少ないうちは、こうやって一件一件丁寧にやっていけると思うんですよ。ただ、そのうち、まあ、どのくらいのそのうちになるか分かりませんけども、まあ、毎日毎日ね、LINE への申し込みが5件、10件と入ってくると、とてもじゃないけども、一件一件に丁寧な返信っていうのは難しくなるのかなというふうに思います。ただ、やっぱり、 少ないうちだからこそ濃くできるところがありますので、そのあたりはね、精一杯やっていくことと、まあそういった動画をね、できればこう、プライバシーに配慮しながら一般公開することによって、うん、まあ新しい、えー、参加者がね、うん、まあちょっと動機づけになればなというところもありますので、そのあたりも、やっぱ工夫してやっていきましょう。まあ、あの、即可塾に入塾していただいた方には、まあ全ての方にね、お問い合わせの時に返信、 メールを動画付きで送っていたりはするんですけども、やっぱり多い時はね、うん、なんか数十件とかになりますので、それこそ一日中、そんな動画を撮っていたこともありますし、しまいには間に合わなくなってね、名前なしのやつで、共通の動画を一件一件に、こう URL を添付して送ったってこともありましたけども、うん、まあやっぱりね、増えると濃くできない。少ないと濃くできる。まあこの力学だと思うんですよ。で、まだ会員さんがね、もう、 100人とか200人いない部屋では、とにかくみっちりやることだと思いますので、えー、もう誰にもできない、この小回りの良さと、丁寧さでやっていけるんではないかろうかと思います。まあ今、あのリアルなジムで、そういうことをされてると思いますので、ね、そこはあ全然スムーズにできるのかなと思いますし、まあ場合によってはね、今、私の方に送っていただいたように、ジムを使いながらメッセージ動画が送れるタイミングがあったら、これもまた、あの、特筆するべき、 点なのかなと思います他の方にはなかなかできないというねでまあ、自宅はやっぱりね自宅っぽさが結構出ちゃってるんで最初からは難しいと思いますけどもなんか背景にねなんかこうポスターとかタペストリーを貼るみたいな方法はあるかなと思いますちょっとタペストリーはこういう風な波の画像があるじゃないですかでっかいやつをね私の場合は貼ってるんですけども、まあ、この裏はまあ、こうなってるわけなんですよね <laughs> 全然だから 印象違うと思いますし季、季節によってこれを変えたりもするんですけども、まあ、タペストリーで Amazon などで検索すると結構面白いのが出てきますんで、そちらの方も参考にしていただければと思いますうん。私もなんかね、探してね、もしなんかこれはいいなと思ったのがあったら添付して送らせてもらいますけども、うんそれからあの、まあ、40代、50代のホルモンバランスのことですけども、そのテストステロンですよね。 テストステロンっていうのが、まあ、格闘技などをすることによってやっぱりどんどん出てくるということを私も聞いたことがあって実際そうなんではなかろうかと思うんですよでやっぱこうね若い女性にモテるあの40代とか50代の人っていうのはまあ総じてリーダーシップがあって決断力スピードが速くってでまあ一部ねちょっと強引なところありますけども、うん、タフですよねやっぱ肉体的にも精神的にも、まあ、ひ弱な人とかが あんまり持てることはないと思いますし、そう考えていくと、男性にはまだね、40過ぎてもチャンスがあるんじゃなかろうかと思うんですよ。まあそこに対して、今回のリファイトクラブでアプローチできるんじゃなかろうかと思いますけども、いや、反面ね、これね、ここ半年間、非常に多く相談いただいてるのは、30の半ばぐらいから、女性の方の方ね、私の視聴者さんって6割が女性なんですけども、30の半ばぐらいから、 女性がね、持てなくなってくると、なんか方法はないんかってことで、これね、女性のね、会員さんとかにもね、よくよく、うん、いろいろとアドバイスをいただくんですけども、はっきり言ってないんですよね。なんかないですかね。男性はちょっとこう、力強い人間になって、テストステロンで、まあ、いわゆるね、フェロモン、ムンムンになればいいんですけども、30とか過ぎた女性が、極端にモテなくなるのは、なんかうつではないのかなと思っちゃうんですよ。 まあでももちろんねあの特別なるスキルとか、まあ、気が合う趣味とかね、うん、なんか賢さっていうのを持ってる人はそれでも40だろうが50だろうがモテることはモテるんですよ、うん、でまあ何て言うんですかね交際して、まあ、結婚した例も少ないけども聞いたことがあるんですよねでもこの少ないのがっていうのがポイントなんですよ少ないんですよ何ですかねうんまあ私は女性には若さ以外の価値が絶対あると思うんですけども それを怠っていいるる人が多いとも見えんんんですよで、すよだんだん年齢とともに稼げなくなってくるし年齢とともに体力もなくなってくると男性は40代でも50代でもあ自分の体鍛えていかないといけないなって思うんですけどもじゃあ体や精神を鍛える女性がいるかなと思ったらど,どうかなす,すごいこれはね大いに疑問なんですよあんまりねはっきりと言うと「あのそんなことはないんだ頑張ってる人もいるんだ」ってなんかね言い出す女性もいると思いますんで <laughs> あんまり言いにくいんですけども。 あのもちろん個別で見たらいるんですけどもマクロで全体的に見たらなんか元気な人はいなくなってくるっていうかこうまあ高飛車な人はより高飛車になるとかね、うん、アラフォー婚活みたいなこのカテゴリーもありますけどもなんか知んないけど相手に求めるスペック高くなるばっかりでお前自分のこと何考えてんだよみたいな思っちゃいますねこれ同性の女性からでも思うと思うんですけどねだから20代ぐらいの女性もそういった40代ぐらいの 交際に焦った女性に対して結構冷ややかでねあなんか過ぎ去ったおばさんはかわいそうみたいな「いやお前もその晩来るんだぞ」みたいな「<laughs> うかうかしてんなよ」とか思っちゃうわけですけども、うん、今回ねだから40代50代がモテるために体を鍛えてテストステロン出していきましょうみたいなのはこれは男性における、まあ、メソッドの中でも、まあ、王道をいく正解かなと思うんですよ実際に、えー、そういうふうな例はね多いんでねただここれねなんか極端にこう 男性はなんか救いがあるけど女性は救いがなくなってくるっていうのはなんかないんでしょうか <laughs> 私はちょっとアドバイスに急してるところがありますよねうんやっぱ若いうちにしっかりとお金とか知識とか知恵とかを貯めていけばいいんですけどもどうもなんか若さを失うと何もなくなる人ばかりでこれはどうしたもんがなん,となんか知んないけど女性に若さばかりを求める男が悪いんですみたいなこね尊調になるんですけども うーんどうしましょうって感じですよね、私もね。<laughs> とにかくね、あの、この件について、40代ぐらい、いわゆるアラフォーですか、35あたりから女性に相談を受けたときに、なんか、明確なアドバイスは私はないんですよ。<laughs> ないんですって、ここでね、他の人にも見られるところで言って、もう、ちょっと、やばいんですけども。うん。まあ、あるにしても、結構ね、急角度なことをアドバイスしないといけないんでね。 まあけどこの40代50代のモテにアプローチしたときに、防君のところにも必ずこのクエスチョンってくると思うんで、その辺でもね、なんかお手伝いできることがあればいいじゃないですか。モテる40代50代女性いっぱい作れば、また恋愛に目覚める男性も増えると思いますんでね。それからなんかこう、恋愛じゃなくても、もうすでにね、ご結婚されている方で、女性は40代50代でも旦那さんに尊重されるようなね、いわゆるこう、 まあなんかこういつかこいつ浮気するんじゃないかなみたいぐらいの魅力的な女性がこう年齢とともに育っていくみたいなねそれこそ20代よりも30代30代よりも40代の方が魅力的な育ち方をするような人生ってあると思うんですようんなんかこの若さを諦めるんじゃなくてね、まあ、ちょっと長くなりますんでこの辺で、えー、返信動画終わりますけどもその辺ちょっと頭に入れながらやってみてくださいそれではガイでしたお疲れ様です